時代屋の女房は、村松ともみが書いた小説。1982年、第87回、直木賞受賞。1983年と1985年に映画化。2006年にドラマ化された。また、工術の2編の続編が発表されている。東京、大井で骨董屋、時代屋を営むアンさんと呼ばれている35歳で、独身の男性と、 そこへやってきたマユミという女性の恋物語。舞台となった骨董店、時代屋は実在の骨董店で、当時は大井町駅近くの大井三妻ま交差点の一角にあった。1990年代末、都道拡幅予定地のために渋谷区広商店街に移転した。2編が発表されている。なお、蒸気製編についても文庫化の際に時代屋の女房、 涙橋に開題されている。1983年3月19日公開。制作、配給は松竹。当初、時代屋の女房の閉営作には、根岸義太郎監督のオレッジのウェディングが予定されていた。しかし、松竹は、1983年2月中旬、突如、閉営作をリバイバル公開のか田行更新曲に変更した。同時に、 平を予定されていたオレッジのウェディングは不思議なくに日本との組み合わせで同年のゴールデンウィーク公開となった。キネマ旬報は原作、監督、主演のどれもインパクトにかけ、その上、平衛作がリバイバル作品になったことから配給収入を3億円台からギリギリ4億円までと悲観的な興行予測をしていた。 キャストスタッフ1985年4月27日公開。制作、配給は前作と同じ小畜。夏目雅子が1985年2月以降、慶応病院に入院し、退院は秋まで伸びると予想されたことから、夏目の代役に名取優子が抜擢された。名取は同時期に制作が進められていた東映。 ひとひらの雪のヒロインに決定したと報じられたが、ひとひらの雪の制作が混乱中に、本作に飛びつき、ひとひらの雪は降板した。その他の主要キャストも一新された珍しい続編。キャストスタッフ2006年2月14日の21時22時54分に、日本テレビ系のドラマコンプレックスで放送。時代夜の女房2にに関するカテゴリー。ありがとうございます。